暖かくなってくると、グラスの水がね、生臭いっていう風に言われることがあります。まあ洗ってね、洗ったばっかりの、食器を、どうしてもね、生乾きのままにしておくとね、何かこうちょっと生臭くなるっていうことがまああるわけね。でこれダスターなんかもそうで、ダスターっていうのはまあお店の中で、汚れたところを拭く雑巾のようなものね、こういうのも、やっぱり煮沸しているんだけどねどうしても臭くなる、暖かくなるとこういうふうに、雑菌というものが繁殖します。何も暖かくなると雑菌が繁殖するというよりは、どんなものでもね、暖かくなればそれなりに、いいものも悪いものも、まあ、活発になってね、増えるわけです。ただこの数年でね、なんかウイルスっていうものをなんか頑張ると、撃沈できるとかね、冬になると猛威を振るみたいな、プロパガンダがまあ多いせいで、ちょっとなんか本質的なことを忘れてんじゃないかなと思いますが、冬になって自分の体の免疫が、寒いせいで落ちてね、まあ自分の中の活性、化が鈍ると、そういうよその外の菌みたいなものに感染しやすいと。で感染というのも、まあ、体の中に入ってきたっていうことは感染とは言わず、自分の体の中にある、まあ、防衛軍が、劣勢になると、それで、劣勢になったものを、熱という形でね、発熱という形で、応戦してその菌を、まあ、撃沈すると、まあ、そういうようなことなんですが、なんかそういうものはね、なんとなく忘れ去られちゃってるなという気がしてますね。なのでお弁当クラブなんかも、ちょっと暖かくなればもうこれは、菌が繁殖しやすくなるわけですし、まあそれに伴って自分の体もね、免疫力が高まって、少々腐ったものを食べても平気だよという風になったりするのが、まあ理想なんですけどね。はい、それでは今日の話題は、アイディアは行動から。まあ、いろんなイベントなんかをですね企画して、やっております。まあ、企画っていうものをですね、まあ、銀座にしても神戸にしても、お店でできること、まあ、お店外でできること、まあ、とにかく人が集まっているので何かやろうよというようなこと、それがまあ企画なわけですが、この企画そのものを、集めるんですけど、なかなかその企画っていうことをちょっとみんな難しく考えているのか、なかなか企画って集まらないんですね。まあ僕はテレビプロダクションを経営してたこともあるし、まあテレビっていうものはまず企画ありきっていうところがあったので、企画千本ノックっていうかね、企画っていうのはとにかく書いて書いて、書きまくれっていうようなことで、企画っていうのはとても大事だというふうに、言われて育ったところがあるのでね、もっと企画が出るのかなと思いきや、なかなか企画っていうのは出ない。まあまあ出てるところからは出てるので、個別にね、やっぱりその企画っていうものを出すっていうことには、
やっぱりいろんなコツがあるなと思うんですね。で、まず、僕が思ってることはですね、まあ企画のアイディア、アイディアっていうのはとても大事です。こういう秀逸なアイディアっていうのはね、とてもみんながわっとなりやすいものですね。こういうアイディアっていうものはじゃあどこから生まれるのかということなんですが、まず僕が思うに、どんなアイディアも行動には劣ると思ってるんですね。どんな素晴らしいアイディアだって、行動してる人にはかなわないですね。かなわないというのは、行動してる人は必ずその行動の中からまた行動に伴った新しいアイディアが出てくるからです。つまり、斬新なアイディアっていうのはその行動からしか生まれないんじゃないかと僕は思うんですね。なので、秀逸なアイディアを出そうと、すればですね、当然、なかなかアイディアが出ないのは当然で、まず、出すべきアイディアは、みんなが参加できる、つまり何かアクティブになるっていうことのアイディアが、優れた企画の一丁目一番地じゃないかと僕は思ってます。優れた企画っていう時に僕は最近ことあるごとに言ってるんですが、塩見さんっていうねパン屋さんがあります。かつて対談なんかもしたことがあってですね、その対談もしかしたらこのチャンネルのどっかに、面白おかしくで残ってるかも、残ってるとは思うんですが、この塩見さんっていう、まあ、代々木で、薪でパンを炊いている、あ、焼いているパン屋さんですが、まあ会って話を聞いてみると非常に行動派なんですね。沖縄の大学でグッピーを研究するために沖縄の大学に行って、その先で、バイトしてたパン屋で、パンはいいと思ってパンを始めたという、まあ、経歴だけ聞くとね、まあ変わっている、一本まっすぐの道を歩いてるわけではないということがよくわかる方ですが、この塩見のパン屋さんでやってるアイデアがありまして、それはパンを焼く釜ね、今石窯で焼いてるわけでしょ。この石窯で焼いてるパンの、余熱っていうのは非常にもったいないですね。釜っていうのはまず釜を温めるためのエネルギーっていうのはとてもいるので、その釜を温めるためのエネルギーをのためにまあ薪を使って焼いてるわけです。じゃあパンが焼き終わったよというと、その釜に残ってる蓄熱というのはまあ不要になるわけですね。このエネルギーは何かに使えないかということで、塩見さんはその周囲の人に、あなたんちの、煮込み料理をうちの釜の余熱でやりませんかというふうに投げかけてですね、近所の、女性たちが鍋に、ポトフの材料なのか、カレーの材料なのか、そういうものを入れて、塩見のパン屋さんに来ると。そうするとその釜の余熱で、2時間後なのかな、3時間後なのか、また取りに来るとちょうどよく中が火入っていると。鶏なんかでも豚なんかでももうとろけるぐらい柔らかくなってると、まあいうようなサービスをまあ無料でやってるんですね。まあ実にいい企画だなと思いますね。これは誰でもまず参加ができる、無料だということも含めて参加ができるし、何かそういうことをすることで
まあコミュニケーションになりますよね。まず体験ができる。そこの家、そのパン屋さんまで近所とはいえ、まず鍋を持ってかなきゃいけない。で行って戻ってくる。で、それはまあ間違いなくその道中っていうのが一つのストーリーになりますよね。熱々の鍋を、持って帰ってくるっていう。まあこれ手間ですけど、そこに物語がある、景色がある、イメージが湧く。こういう企画っていうのは、おそらく、行動から生まれたじゃないかと思うんですね。まあ、もちろん似たようなサービスをやってるようなことは、鍋、や、ね、釜を持ってるようなところでは、まあ、あるとは思うんですけど、なんかそういうことを選択してやろうということね。この企画っていうのは、やっぱり日々実行している行動ある人にしかできないことだなと思って非常に、感服しているんですね。まあよくコロンブスの卵っていうことわざがあってね、コロンブスが、この卵、皆さんの机の上にある卵を立てることはできますかと、みんなに聞いたら、そんなのできないと。でコロンブスが、まあ、ゆで卵だったんでしょうけど、卵の下の部分をカチッと叩いてね、平らにして、ほら立ったでしょって言ったら、なんだそんなこと、そんななら誰でもできるよっていうように、要は新しいアイデアっていうのは突拍子もないものではなく、視点が変わるってことですよね。誰がなんだ、後から考えればそんな大したアイデアじゃねえよっていうようなことにこそ、企画としての優れた点があるわけで、これは行動からしか浮かばない。つまり、まあコロンブ、まああの話がどこまで本当か知りませんが、まあコロンブスという実際問題、行動してる人にしか生み出せない非常にシンプルで、説得力がある、普通の人とものすごい優れた人との間の架け橋になるようなアイディア、こういうものはですね、やっぱり行動からしか生まれないんじゃないかと僕は思うんですね。なので実際問題は企画を集めましょうという時には、このチームとしてね、アクティブになってなければ企画っていうのは生まれにくいと思います。この企画を募集してなかなか企画が出ないということはね、まだそれだけ、その何かが温まっていないということだし、じゃあ温めるための企画っていうものもまあ別個に必要で、それは例えば遠足だったり、例えば面白おかひこだったり、まあいろんなことを通じてね、ああなんだこういうことができるんだったらこういうふうにしよう、いや同じようにやってるけれどちょっと変えてこうしてみようって、そういう、企画っていうのは本当に行動からしか生まれないと僕は思います。ママほど子供愛してる親はいないのよ、感謝しな、口癖が刺さる赤く、私は泣けないカナリア、あんな金をかけたのに数字が低い、恥ずかしい、涙は夕暮れに注ぐ、私に穴が開いた音、お前はバカでのロマなんだ、走れ急げ出し抜け、月夜は星が見えない、
くて。